こちらはですね、淡路島にございます港口神社にやってきました。今からですね、こちらの神社お参りさせていただくんですけども、なんとですね、神主さんからのお話も伺えるというふうにして聞いております。まあ、どういった神社なのかということは実際ですね、今からお参りしていきたいと思います。では行きましょう。はい、もう今珍しいね、この形ですよね。なかなかコロナ禍でこの形が失われていってますけれども、左右そして口をすすぐと、で最後こうやって柄杓を清めるという流れです。はい、はい、ではお参りさせていただきます。よいしょ。一つ落ちてない、吐き清められた参道ですね。もう一つなりません。尻一つ落ちてないんですね。はい、一つ落ちてない綺麗な参道です。では今からお参りさせていただきます。港口神社祀られている神様は大祓祝詞にも登場する早秋津姫という神様でございます。よろしくお願いします。実はですね、こちらの神社、ちょっとね、つながりといいましょうか、知り合いですので、今からちょっと訪ねさせていただきたいと思います。はい、では失礼します。はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。はい、どうもありがとうございます。はい、こんにちは。少しちょっとお話をお伺いできたらと思いまして、お訪ねさせていただきました。どうもよろしくお願いします。なんとですね、奥様の方がなんとユニワ塾ですよね、ご覧になっていただいているということで、今回、訪ねさせていただきました。どうもありがとうございます。はい、本日はよろしくお願いします。ちなみにあれですか、神社チャンネルきっかけですか？一番最初はチコ店長の美味しいご飯、本です。あ、本なんですけど全然最後まで読み切れなくて、北極老人ってなんだみたいなで、まだその頃はなんていうのかな、子育て中で、うん、それで一旦なんか、ああいいなとか、なんか自分が今まで主人と一緒に神のそばで神社でやってて、なんかこう目指してるものとかがもうそこで具現化されてて羨ましいなっていうので閉じてしまってたですね。でちょうどこのコロナになったのをきっかけに、まあいろんなこう周りの情報から宇都宮先生が、 あと吉野俊明先生、はい、そういう方のあれを見てた時に、神社チャンネルに宇都宮先生とかが、はい、吉野先生、そう出られたのをきっかけに芳賀さんのことを知って、お、これはなんかすごい、なんかなんていうのかな、神社とコロナ飛び越えて神社とつながってると思って、でそこからなんか知りたいって、今なんか主人から聞いてたのがもう分からなくて、もう悩みが膨れ上がってたのを、なんかこう、あ、そういうことやったんやとか、こうなんていうのかな、ただ神社のことだけじゃなくって、こう生き方であったりとかで、そういうので入ってみようと思って、で毎日毎日聞きながら、落ち込みながら、また聞きながらみたいなことで今に至ってます。はい、はい、落ち込むっていうのは何ですか、だからできてないなみたいな。ああ、なるほど。そうです、はい、そうです。まあ子育てとかもある、はい、頑張っていきましょう。はい、私も、はいはい、まだまだ修行中だと思ってます。はい、よろしくお願いします。こちらは淡路島の、はい、南の玄関口になります。南淡路市の港里の氏神様、はい、こちらの方は平安時代の演技式に、
掲載されている演技式内社になってますので、あ、なったらもう1300年ぐらい前にはもうあるということですね。はい、創立されてっていうことなんで、合祀されて、そうです、そうです、ね、なるほど、もともと八幡神社がのところへ、まあ、港区神社が後からやってきたけども、まあ、港区神社の方が、まあ、格式が高いということで、はい、まあ、その正式名は港区神社と、まあ、いうことになっています。まあ、港区神社の方は、はい、ご祭神が、早秋津姫の神様、はい、早秋津彦の、神様です。はい、で、まあ、八幡神社はご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、王神天皇様を、お祭りを、しております。はい、はい、早秋津彦、早秋津姫というのはちょっとどういった神様でしょうかね。まあ、古事記の初めの頃ですね、まあ、淡路島にはイザナギの神様がいらっしゃって、まあ、イザナミの神様が国海、それから神海を、されましたけども、その神海の9番目に生まれた神様が早秋津姫になっております。あ、その神様自体は港の神様で、ちょうど川から海へ流れる川口ですね、はい、まあ、そこを、まあ、港というふうに、まあ、地名が呼んでますけども、まさにこの土地が、そういう、地名のところで、まあ、その神様が、はい、まあ、鎮座されていると、はい、まあ、いうことです。はい、港であったり、まあ、河口の神様ということですね。その境界線にいらっしゃるのが、ね、早秋津彦、早秋津姫、はい、という神様ということですね。はい、まあ、それと大祓言葉というのが、ございますけども、まあ、そこに祓戸の神様として、早秋津姫の神様が、まあ、登場すると。で、荒汐の塩の八王子の八潮寺の塩の八王愛にます早秋津姫という神、かかのみ天閣かかのみ手羽というふうに、まあ、フレーズが、出てまいりますけれども、実はこの淡路島、まあ、その荒汐のっていうのは、まあ、この淡路島で言えば鳴門の渦潮と、はい、まあ、いうことになろうかと思います。はい、まあ、その鳴門の渦潮の権化化身として、その早秋津姫様が、まあ、この淡路島のこの地に鎮座されていると、まあ、いうことも考えられます。なるほど、はい、つまり渦潮の神様であるというふうな考え方もできるということですね。確かに八潮寺の潮のやわいですからね。そうですね、まあ、それと、まあ、淡路島この辺には古代の海女族が、まあ、天皇家の片腕となって活躍されたような伝承もありまして、はい、その海女族のご先祖様として、まあ、南方の方から潮の流れに乗って淡路島の方へやってきて、お、まあ、それが、まあ、この土地に住む人々の、まあ、ご先祖様であるんではないかというふうに、まあ、考えられます。なるほど、南方というのは沖縄とかなんですか。それは、まあ、海外で言えばそうですね、東南アジアとか、お、その稲の伝承と関係あるかもしれません。はい、はい、なるほど、まあ、ここ拝殿ですね、ここが、はい、建物の中では一番古い、まあ、はい、実際の年代ちょっと分かりませんけども、はい、まあ、江戸時代ぐらいの建物かなと。江戸時代か、まあ、明治時代に建てられたもん か、 確 か、 にかなり古い、ね、建物ですよ ね、 すね、歴史を感じさせますね。はい、こうなんかね、なんかこう多くの神社こうクローズになってますけど、こうオープンな形というか、なんか拝殿なのかもしれませんけども、はい、いいところに気がつかれて、はい、淡路島のこの辺ではこういう形が多いんですね。淡路島はこの形、淡路島というかこの南の方ですね。南の方、なるほどなるほど。実は風が、今日も風吹いてますけど、はいはい、非常に強いんですよ、はいはい、だからこれ吹き抜けるようにわざと戸ははめてないんですよね。あー、なるほど。だから最近ちょっと使い勝手の関係で簡単なこう戸を、まあ、はめて、はいはい、使用してるんですけども、
なるほど。もともとはまあそういう理由かと思います。はい、ありがとうございます。はい、でちょっと上がら本では奥の方になるわけですよね。あとちょっと特徴的なのは、あ、大丈夫です。はいはい、屋根が瓦。おお、はいはい、そうですね。淡路で良質な瓦の土が取れまして、はいはい、それをまあ、奈良とか京都とかの神社仏閣の屋根瓦によく使われてるんですね。あ、そうなんですか。まあ、三大瓦、日本の三大瓦の一つで淡路瓦っていう、まあ、歴史も古いんですけども、はいはい、それをまあ使って、ちょっとあの寺院建築のような形が多いですね。はい、ああ、言われてみるとそのように見えますね。それがまあ一つの特徴でしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。これは昭和の初めに、まあ、すごい、あの建て替えられたというか、昭和初め、はい、で、あの屋根の方がちょっと変わってるというか、特徴があるんですけど、あの千鳥破風が前正面向いて2つついてると、はい、それがまあ、あのさっき言ったあの合祀、八幡神社と、はい、あの港区神社の合併のまあ印というか、はい、名残で、はい、そういうふうにしてる。それでこっち側の方がまあもともと八幡神社の境内で、八幡様に関係のするまあ中愛天皇さん、お父様ですよね。はいはい、こちらは天照大神様をお祭りしている社です。はい、でこちらもあの港区神社から移設してきた神社、あの社になってまして、あの移設が、あの合祀して神様がこちらへ移ったんですけど、境内地そのままだったところに、まあ、この社を建てて、あのしばらくそういう状態で、あの境内保存してたんですね。その後、小学校に、その境内地が小学校に、まあ、譲ることになって、それで全部こちらへ引き上げてきた時に、この社もこちらへ移設したっていうことになります。なるほど、はい。こちらはあの山の上にあの愛宕神社がありまして、はいはい、まあ、余波所ですね。はいはいはい、はい、なるほど。こちら仁徳天皇の社です。はい、はい、だ、おじん天皇さんの若君さんですね。はい、はい、結構いろいろいらっしゃいますね。こちらは、そうですね、はい、まあほとんどあの八幡系ですね。そうですね、もともとこちらに あの、あった、はい、でこちらは玉寄姫の神様。ああ、はあはあはあ、なるほど。あ、何でしょう、ジム天皇、ジム天皇のお母様ですね。そうですね、はい、だからまあ、あの怪人の娘というか、これおそらくこの海のね、あの石やと思うんですけど。ですよね、なんかここだけ石違いますもんね。はい、だから歴史ある、だからそれを考えて、まあ、こういうふうにあの土台をね作ったんだと思うんです。うん、まあちょっと言われもそんなに聞いてないので分かりませんけど。はいはい、なるほど。こちらが、はい、まあ、ザグラって言うんですけど、はい、まあ、いわゆるナオライデンですね。はい、まあ、田舎の方ではザっていうザ、まあ、あのザですね。はい、ナオライをザって言って、まあ、一般の氏子の人が来て、あのおみきをいただいて、お膳を、まあ、いただくところですね。まあ、もともとはもっと大きい建物だったんですけど、うんうんうん、その下にあの車を置いてあるあたりに大きな建物、はいはい、でそれが
農家の、あ、じゃ、あの、役やな。あの、漁師さんというか、この町の方の地区の座倉と、それともう一つは、あの、もう一つ向こうに建物があったんですね。はい。で、それが農家の里地区のその座倉っていうのがあって、はい。まあ、それはちょっと時代とともに、あの、廃れまして、それで これは、平成17年ぐらいに。あれ最近ですね。そうですね、はい。まあ、役員さんのご尽力で、はい、まあ、再建というか、はいはいはい、新しいに作った。じゃあお祭りの時とかにこちら地元の方たち集まって、ね、はい、まあ、お祭りというお食事したりとか、まあ、はい、10月に八幡神社の、はい、あの大祭り、うんうんうん、それと、まあ、2月に港口神社の大祭りが、はい、まあ、2回あって、まあ、その時にこちらを利用してます。はい、はい、ありがとうございます。あ、失礼します。はい、おお、はい、まあ、普段あんまり使ってないんですけど、はい、あ、でも綺麗なね感じですね。あ、すごい。でも確かこれすごいですね。結構全部木造ですか、これは、ね、ですよね。すごいですね。いや、これ木造でここまで、すごいですね。なかなか今、まあ、田舎ではなかなかそのこういう感覚でできるその設計さんとか、そうですよね、建築業者がいないんですよ。いないですよね、なかなか今。ちょっと私の知り合いで、はい、あの、そういう方がちょうどいるので、はい、それでその方に今していただいて、はい、まあ、神社にね、ふさわしい建物というか、はいはい、はい、ですね。これすごいですね。はい、おお、うん、失礼します。おお、すごい。失礼します。ああ、すごい港口。ああ、すごいね。はい、まあ、いろいろ気になるとこはありますけど、はい、まあ、昔からこういうね、あの、建物で、まあ、こういうふうなお参りの形式というか、はいはい、まあ、お賽銭箱がね、そこにあって、ちょっとこう、そうですね、靴を脱いで上がって ここでまあ座って、はい、お参りすることに、まあ、なってます。はい、そうですね。これ珍しいですよね。こう、わりかしこうそのままチャリンとかできる形が多いと思うんですけれども、はいはい、へえ、そうですか。失礼します。おお、まあ、ここでいろいろ祈願したり、はい、お祭りしたりね、はい、はい、奥に本殿があるという形ですよね。そうですね、はい、まあ、ご神体もあるんですか、奥に。やはりもちろん幣殿があって、拝殿、幣殿、はいはい、で本殿、まあ、ここで、まあ、神楽もするんですけど、はい、で奥が、まあ、本殿で、はい、まあ、よくご存知だと思うんですけど、あの、中は二重構造になってて、下陣と内陣で、内陣の中に、ご神体が、はい、あの、鎮座してるっていう、まあ、形ですね。はい、はい、おー、すごい。これすごいっすね。すげー。これはアスカのお友達が作ってるんですね。はいはい、これは古代米。あ、同じような、ちょっと種類がね、はいはい、あの、違うの入ってますけど。へえ。で、これが、八尾の方。あ、八尾なんや、うん、で、これの元がその、この神社の、はい、あの方で、すごい綺麗ですよね。そうですね、これ自然の色なんです。これが断山、はい、奈良の断山神社、はいはい、お米です。
ここの神社の御祭神の名前にちなんで、早明津姫にちなんで明津瑞穂という古代米をですね育てられているということです。これが、種子島のお米です。こんな感じで赤く育つんですか？そうですね、それが甘味法ですね。すごい綺麗ですね。それが初期の頃に赤だけ作って、はいはい、最近はねその下のなんかいろんな種類植えてますから、はいはい、なんか一面に真っ赤っていうのは最近はないんですね。すごい彩り豊かな、じゃあ田んぼになるんですか？そうですね、その、まあ、この感じですね。感じてただ成長がそれぞれ違うので、あの一気にっていう感じではないです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここでしかお話しできない特別な情報をお届けする無料 LINE アットユニワ、フリーメルマガユニワ、ただいま登録受付中でございます。神社の秘密や幸せになるための秘訣、限定情報満載でございます。フォームが詳細欄の方にございますので、ぜひご登録ください。